60年もこんなことやってた。もらうね。はい、どうぞ。日曜日は忙しい、ずっと。多分天職じゃないですか、これ。料理を作るの面白いですからね。塩を見ます。大丈夫かな。ちょっと寝かす。うちが先代からずっと使ってる昭和47年僕と一緒の年ですね。50歳です。50年使ってる。太いな、今日は。ちょっと太めだな。普通だよ、変わらんよ。だけど、うちのラーメンはね、あれだよ、置いてあっても伸びんの。そばは危ない。味噌の麺だったら、だいたい150か140か150ぐらいは。うどん屋でこんなことやっとるとこはどこもないよ。本当に。
黒味と、あと椎茸、あとサバとカツオかな。うちはもう黒味を箱で買ってるんで、うちで削って、まあ、ブレンドして、父親の時からずっと。で、中学の時、中学生の時、違うの、彼女と会ったりする時に、いい匂いがするって言うんですよ。美味しいいい匂いがするんですかね、だしの。そんな言われる中学生なんかいないと思いますけどね。この筋でここら辺だなって、だいたい手がこれ水がこれくらい、そうするとちょうどいい測ったことはない目分量
いや、毎日同じことをやろう。何十年、60年もこんなことやっとる。23で来ただもんだい、ここへ。うん、今86だら。だもんだよな、毎日同じこと。うん、まあだけど、今みんなあの子がやってくれるもんだいだ。まあやれんわ。うん、それまではあれご主人と一緒にやってたの？そう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 。で、あの時間になるとパートの人が来てくれるんだいな。まあそのパートの人でも、まあ50年のよう来てくれる人がおるけど、まあその人は何でもみんなやれるもんだ。あれだけど、まあ普通に小学校の頃から手伝いはしてたんで、そんな1年後、うんうん、そこんな横着しないで、本当はこれここに持ってやれ。
ちなみにこれうちの昔の屋号です。朝日屋って。三角館じゃなかったですか。大昔朝日屋で、で削られて道が、うん、で土地が三角になって三角のうどん屋、角のうどん屋っていう三角うどん。これは仏さんにな、仏さんにあげる。みんなどこでもこんな小さなもんだけど、うん、うちは昔からお茶碗。お焦げのとこと朝はな、なかなか忙しいだよ、時間が間に、まあ、ルーティンちゃルーティンですけど、これもこれがすごくいいみたいで、ほうします。はいと、からの僕で16代目なんで、うちの沢だけが、玉泉寺さんで名和田の安永って書いてあるんですよ、店名とか、でかいな。脂身甘いですからね。これは扱ってるところはチタブタ、そうです、昔から、
けやいいだけですね。元気やったら。よし。お母さんが釜やるのこれ、いつも。まあ、あるけんもんだ、ここでバーンしとだが。いや、結構重いでしょ。まあ、だけどこれも力がのうなるんだ。やれんわ。麺上よ。ないか。ないよ。麺上。祭りのあれかな。どうかな。
かな。はい、あ、すいません。はい、いい。大丈夫。なかったら食べてよ。うまいですか、やっぱり。うまい。今日カツ丼とみんなコロ頼んでますけど、なんかあるんですか、これ。なんかもう、なんか流れでこの集まりだと、はい、カツ丼とコロみたいな感じになってますね。カツ丼だけではちょっと寂しくて、高校生の食べ方ですよね。もうここで慣れちゃってるんで、その他のところで出るというカツ丼もはそういうカツ丼、ここはここのカツ丼みたいな感じで、もうこの味で慣れちゃってますんで。ないもんで、カツ丼の、あのカツが。で、ようやくね。はい。
これが本当の昔からのかけうどん。まあ今若い人はあんまりかけは食べんけど、いろんなもんがただネギ入るだけね。近所だもんねみたいなこともありますけど、うちには合うんですね。うんうん、はい、珍しい。じゃあね、ありがとう。今日何食べたんですか？うどん。うどん、いつもうどんですか？うん、私はいつもうどん。うん、昔からね、うまいよ。うん、ありがとう。へい、どうぞ。もらってくね、はい、これを写すんですね、結局は。こんなに大きいので汚れた、日曜日は忙しい。ずっと。ずっと。うん。間の日はまあ、うん、2時か2時半には、うん、暇になるけど、うん、日曜日はずっと。はい、お待たせ。これ、お金ね。いいですか？お持ち。もらうね。はい、どうぞ。お持ちがどこにあるかわからん。今そんなに入ってない。お金持ちになりたいもんね。ワンオペもまだ。目が。
目がどう。うん、であと目がね、親子。これがメガドン。でかいですよ、メガドン。980円の超お得な。ちっちゃい。あんまり安いとね、宇宙の生活できないですけど、いっぱい食べてもらいたいし。よっ、これさ、そこまで来るよ。はい、お待たせしました。あ、寝れないね、ごめんね。ありがとうございました。あれが面白い。どうしよう。しまった。うん、真っ暗な。ご飯食べるの好きな人にとっては最高の場所です。その値段で。うん。まあ、そこそこ。ライス。2種類と濃口醤油のブレンドなんで、うちの焼きうどんは、ね、竹の魚みたいな。鉄板だったらもっとあれですけどね、迫力がある。なんてこった。全然取れん。それじゃあ、はい、あの常滑焼きうどんです。常滑焼きのお皿と地元の海苔と常滑のうちのうどん、あとは肉は、あ、肉はちょっと豚だから。このスープ作りますか。いや、楽しいですよ、料理は。美味しいですか。多分天職じゃないですか、これ。料理を作るの面白いですからね。味にしてもうまいとあれ。多分マスクしてるんで分かんないですけど、こう笑ってますよ、口で。作ってる時は笑いながら多分作ってると思うんですよね。ニヤニヤしますよ。
なんでそんなのですか。なんでしょうね。あ、上手にできたなとか、美味しそうだなって思ったんですけど、はい、手前味噌ですけど、美味しいんですかね、やっぱりうちのうどんと丼ぶりが。ありがとうございます。どうも、ありがとうございました。ありがとうございました。